こんにちは、こんばんは、サンデーレーシング一口話の、重賞ポイント見解のお時間です。先週はですね、東京新聞杯は、本命がね、マテンドースカイだったんですけど5着、対抗評価のマスクロディーバがなんとねスタートで、ゲートの突進してしまって、扉がね、半開きでまあ立ち遅れたような感じで、黒三角はねウィンカーネディアンでした。まあ馬券的にはね、不適中になってしまったんですけども、キサナギ賞の方はね、10番人気のね、ウォーターリフトをね、対抗評価にしてまして、的中165倍ですね、的中できました。本日はね、共同通信杯のね、ポイント見解をお伝えしたいと思います。まずはですね、まあ皆さんご存知のように、近ね11年でね一番人気の勝利っていうのがね、イスラボニータだけと、9連敗中かな。まあ昨年もねダノンザタイガーが一番人気でね、3着に敗れるというね、結末でした。ただね一番人気の副勝率はね 60% と高いアベレージを出しています。まあ一つポイントとしてもう一つ挙げるのはですね、ここ5年はね、まあ4コーナーで1番手から5番手のね馬が連帯しているという形です。1着が5勝、2着5回、3着3回、着外が14ですね。近10年にしてもですね8-7-7-32と、非常にね4コーナーで5番手以内にないと連帯できないというね、競馬になってます。ちなみに今年の登録メンバーでね、4角5番手以内を前回、成し得た馬がね、ジャンタルマンタル前走4番手ですね。ジャスティン・ミラノこれが前走2番手、ショーマン・フリート4番手、ディマイ・ザ・キッド2番手、ベラジオ・ボンド3番手、レイシュが1番手と。まあレイシュの場合はね、同栄からの移籍、2戦目かなという部分で、まあ、厳しいという判断せざるを得ないんですけども、今挙げましたね、5頭はね、まあ、それなりに評価されるんじゃないかなと思います。続いてのポイントが、キャリア4戦以内が副勝率が、最大で 50% と、5戦以上になると副勝率はぐっと下がって 4% になります。対象馬はそのレリッシュだけですね。レリッシュ以外は全てキャリア4戦以内ということなので、全馬に3着以内のチャンスはあるかなとデータ上はになりますね。それからポイントの2つ目、前走上がり1位、これがね、結構副勝率も高いという数字になってるんですけども、まあこれを対象となるのがエコロボッズとディバイザキット、フォスターボンド、ベラジオボンドということになります。まあ一番人気の濃厚はね、デイリー杯を勝って朝日杯でも優勝した、ジャンタルマンタルになると思うんですけども、まあ、前走4番手の競馬をしているので、まあ好勝負できる成績なのかなと。まあ競馬の内容もね、比較的、まあここ2戦ねうちで折り合いをつけて、まあ、着差以上に強い内容だったんじゃないかなと。ただ一つね課題を挙げるとすればですね、前回も抜け出してからねちょっとふらついたりよれたりしてる、その点がね、どうなのかなと。
で、上がりのね、サンファロンのスローの勝負になりやすい、まあ、この時期のね、山菜の1800m、ワンターンなんで、余計にね、やはり4コーナー5番手以内っていうのはね、如実に出てくるんじゃないかなと思います。まあね、まあ、川原騎手はね、まあ、お手馬としてもう一頭ね、ノーブルーロジャーですか、新山騎乗を勝った馬がいますけども、まあ、この点どっちをね、彼自身が評価してるのかなと考えますんで、まだまだ予断は許さないんじゃないかなと。まあ東京18のね、上がりサンハロンのスローの勝負になるとね、若干分が悪い印象は僕は感じます。でまたね、アサイハイとね、ホープフルステークスのレベルっていうのを考えると、やっぱりホープフルステークスの方がレベル高いんじゃないかなって気はしますよね。まあね、ホープフルステークスで3着になったサンライズがね、若駒ステークスで快勝してますしね。まあね、朝日杯ではね、あの牝馬のね、一戦一勝の牝馬がね、3着に入る形でしたから、まあね、2022年の朝日杯をね、勝ったドルチェモアとね、2着のダノンザ、ダノンザタイガーじゃなくて、まあ1、2着馬がね、その後ね、剣もホロロになってる状況を考えると、やはりここ最近はそのやっぱりホープフルステークスの方がね、上位評価が高いんじゃないかなって気はします。続いてはジャスティン・ミラロ、まあ、新馬勝ちでね、東京 2000m、 ともみ厩舎らしいですよね。今回は戸崎騎手に代わるということで、前走新馬戦でね、2番手から上がり33秒4の足で、勝利してます。まあ2着馬がね、すでに勝ち上がってますし、まあ先週ジャスティン・アースがね、5着と、賞金加算ができなかったことも考えるとね、三木オーナーとしてはね、やはりそのこのジャスティン・ミラーの方にもね、期待はあるんじゃないかなと思います。まあワンターンの2戦をね、経験してるという点はね、プラスなんじゃないかなと思いますし、まあ注目していいと思います。ショーマンフリート、新山記念ではね、5着だったと思います。まあコンマ5秒差で、まあ若干ね、プラス18キロと成長分もありましたけど、まあ馬体的にはちょっと余裕があったんじゃないかなと。で今回はね、ルベール騎手が乗るということで、まあ必然的に人気になりそうですよね。まあスワーブリチャード3区ということで、まあね、ノーザンファームサイドもね、ぜひとも軌道に乗せたい一頭なんじゃないかなと思います。関東圏での競馬になりますから、今回は何が何でもね、賞金加算はしてくるような、負荷をかけた中間の稽古もしてくるでしょうし、やはり、無視できない存在だと思います。続いてディマイザキット、まあ、あのね、父はディーマジェスティで、オーナーさんもね、同じオーナーの島田オーナーですから、まあ、今回ね、父子制覇ができるかがポイントで、先ほどね、挙げましたポイント、まあ、4コーナー5番手以内、キャリア4戦以内、前走上がり1位というね、3項目をね、クリアしてるのがこのディマイザキットなんですね。まあ今回ね、人気の盲点になりそうですし、注目していいのかなという気がします。まあ長くね、バテない、
競馬ができそうな雰囲気ですね。ベラジオボンド、京都記念は同じオーナーの、ベラジオオペラが出ますね。今回ね、またまた岩田未来騎手がどうやら乗るということで、まあワンターンのね1008は経験してるんですけど、今回はね初めての関東圏、ポイントはねやはり騎手と、初めての輸送なのかなと思います。続いてがホスターボンド、まあ、新馬戦でね、評判になって2着、その時のねアフィリオンが若竹賞でタコ負けしてるんですよね。まあ、クズの出ない血統背景だとは思うんですけども、まあね点にいけない差しタイプということも考えると展開待ちという感じもしないでもないかなと思います。続いては、武豊騎手が乗るエコロボルツ、まあ、新三記念ね、直線だけで、指して2着だったと思いだったですねまあスタートをね、普通に出たんですけど、意識的になんか下げたような感じで、まあ、コスモス賞の時はね先行して押し切ってる馬ですから、まあ正直ね賞金的にはねすでにまあ2000万超えてますんで、まあ皐月賞はね余裕で出れるんで、今回ね、どういう作戦出るのか、またね先を見据えて後ろから行くのか先行させるのか、ここが鍵だと思いますね。その他人気になりそうなところですと、矢作厩舎のミスター GT、 まあ4コーナー5番手以内でね前回上がり1位に該当しないんですけども、まあホープフルステークスではねまあそれなりに期待されて、新エンペラよりもね将来性は高いと言われていたんですけども、前がね壁でね、直線も追えずじまいだったので、まあ新馬戦の時のようなね中段前目の位置で競馬が運べればね、今回は当然勝負トーンが高いと思いますんで、まあこの馬もね侮れない一頭なのかなと思います。まあそういうわけで、注目馬としては今回はね、ディマイザキット、それからジャスティン・ミラノ、ショーマン・フリート、もう1頭挙げて、ジャンタル・バンタルと、この4頭ね、注目馬として取り上げたいと思います。京都記念のね、ポイント見解の方はまた、明日、動画の方をアップさせていただきますのでご期待いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。